今回は納豆を食べることによる目の効果に関してお話しさせていただきます。学べ眼科の学べです。動画ご視聴いただきありがとうございます。日本は世界の中でも多くの発酵食品があります。味噌、醤油、酒、酢、みりんなど、日本料理に欠かせないものが多いです。発酵させることによって食材の保存性を高めるだけでなく、 栄養を高めることができます骨葬菌の一種である納豆菌を使って蒸した大豆を発酵させて作る納豆も日本が誇る昔ながらの発酵食品の一つです最近では免疫力アップを期待して食べられている方も多いかもしれません納豆には良質な植物性のたんぱく質や鉄分カルシウムカリウム食物繊維ビタミン B2B6 といった B 群 CEK の中で k k 2 酵素の一種である納豆キナーゼが含まれていて非常に栄養価が高い食品です肌にも良い効果がある納豆ですが眼病予防のためにも推奨しておりますし実際このような目の病気になったら納豆を勧めさせていただく場合もあるぐらいです今回は納豆による目の効果に関してお話しさせていただきます 納豆がなぜ目にも良いのかというと納豆のネバネバした部分に含まれている納豆キナーゼという酵素によります納豆キナーゼには血栓を溶かす作用や血栓を予防する効果があります血栓とは血管内にできる血の塊です脂質や糖の異常高血圧などをきっかけに血管の内側血管内皮細胞が損傷して血栓ができやすくなります心臓に血栓が詰まると心筋梗塞になりますし 脳脳にに詰ままると脳梗塞になります。どちらも命に関わるような重症な病気です。目の場合はというと命に関わるようなことはありませんが、網膜の血管が閉塞して最悪失明に至るようなケースもあります。このように血栓は人体にとってとても怖い存在です。目に血栓ができて視力低下を引き起こす病気にはどのようなものがあるのでしょうか。網膜の中心部分には動脈と脈とが通っていて、い そこから血管が枝分かれして網膜全体に行き届いています中心の動脈が詰まるのが網膜中心動脈閉塞症枝分かれした動脈が詰まるのが網膜動脈分子閉塞症です同じように中心の静脈が詰まるのが網膜中心静脈閉塞症枝分かれした静脈が詰まるのが網膜静脈分子閉塞症です中でも網膜の中心動脈が閉塞する 網膜中心動脈閉塞症は失明の危険性が高い病気で眼科では代表的な緊急疾患の一つです詰まった血栓を溶かして流すために目をぐりぐりマッサージをしたり薬を使って血栓を溶かす治療を行います一刻も早く治療を行わないと網膜細胞が壊死して見えなくなってしまうので治療を開始するまでの時間がとても大切だと考えられていますその治療にはウロキナーゼ という血栓を溶かす点滴を行うことがあります血栓の主成分はフィブリンという繊維状のタンパク質ですウロキナーゼにはこのフィブリンを分解する作用があります血栓を溶かすことによって血流を再開通することを目的に使用します実は納豆に含まれる納豆キナーゼには体内でこのウロキナーゼを増やす作用があるんです血栓を溶かす薬剤は治療費が高いですし体の状態によっては使えない場合があります しかし納豆なら低価格で安全に血栓を防いでこのような失明のリスクとなる病気から予防できる可能性がありますこのように納豆を食べて血栓ができないようにするというのが納豆をおすすめする1つ目の理由ですもう1つはマウスによる実験の段階ですが納豆機能性には新生血管という悪い血管を抑制する作用があると報告されています網膜中心静脈閉塞症や その枝分かれの血管が詰まった網膜静脈分子閉塞症は、眼底出血や網膜がむくんで急激に視力が低下したり視野欠損を引き起こす病気です。網膜の血管に血栓ができて血液の循環が遮断されると網膜細胞は壊死していきます。壊死した細胞から新しく生えた血管と書いて新生血管というふうに言いますが、機能しない病的な血管が網膜に生えてきます。 非常に脆くて破れやすい特徴があって目の中で大量出血する原因になります放置するとさらに症状の重い血管神性緑内障という難治性の緑内障を引き起こす場合もありますマットウキナーゼにはこの神性血管を抑える効果があるのではないかと報告されていますまた網膜の血管に血栓ができて眼底出血を起こすと視力に大切な黄斑が腫れる原因にもなります これに対して少子体注射という目に注射する治療法があります。2010年頃に国内で広まった画期的な治療方法で、これらの病気に対する唯一の治療薬でもあります。ただし、保険が効く治療であるものの治療費が高額です。3割の方で5万円程度、1割の方でも1万5千円程度かかります。また、この薬は一度注射したらそれで終わりというわけではありません。 薬が効いている期間が短くて大い2位から3ヶ月おきの定期投与が必要ですまた長期間使い続けると効きにくくなる可能性があります少子体注射は病状を食い止めることができますが注射だけで治癒することはなかなか難しいですレーザー治療が必要な場合もありますしそれでも結果的に歪みや暗転のような視覚的後遺症を残すことが多いですこのような病気にならないためにも納豆を勧めています これも先ほどと同じで、納豆キナーゼには血栓の予防効果が知られているからです。このように納豆キナーゼには、詰まった血栓を溶かす作用が期待できるというだけでなく、動物実験段階の話ではありますが、悪い血管である新生血管を抑制する作用が報告されています。そのため、普段から血栓症の予防だけでなく、 このように血管が閉塞してしまった方に対しても納豆の効果に期待して食べてみるのをおすすめしたりしていますその他としてすでに高脂血症糖尿病高血圧の治療中で血栓症のリスクが高い方やまたは片目がすでに静脈閉塞症で良い方の目を何としても守りたいという方には特にいいかもしれませんこのような血栓による影響はもちろん目だけではありません 血栓によって引き起こされる心血管の死亡率が世界的に劇的に増加しています血栓症が原因となって引き起こす代表的な疾患は心筋梗塞や脳卒中です国内における死亡率の1位は悪性腫瘍ですが2位は心疾患3位は脳卒中によるものです世界的にも死亡率1位は心疾患2位が脳卒中によるものですそのため効果的に血栓を溶かす薬や 栄養にに関関すする研究に関心が高ままっていこの食品の一つに納豆に含まれている納豆菌ーゼに注目されています納豆の効果は血栓の予防効果だけではもちろんありません納豆菌は腸内まで到達します悪玉菌を減らして腸内環境を整える効果がありますまたビタミン K2 は骨の形成を促進して骨粗しょう症の予防効果がありますまた納豆のネバネバ部分に含まれているムチンが 糖質に絡みついて糖質が急に吸収されるのを防ぎますそのため血糖値の上昇を抑える効果があります大豆に含まれるレシチンが悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールとのバランスを調節する作用がありますビタミン A、D、E、K は使用性のビタミンです 脂質とと一緒ににると効率よく体内に吸収されます。卵など取ると体内の吸収率がいいですまた納豆キナーゼや熱失活するので納豆は生で食べられるのがいいですねこのように納豆は栄養が豊富で体に良いだけでなく目のがん病予防のためにもおすすめしていますですが注意点もあります納豆に含まれるビタミン K が血液をサラサラにする効果があるワーファリンの働きを阻止しますので この薬を飲んでいる間は食べてはいけませんただしビタミン K が含まれていない納豆菌なゼのサプリメントなら問題がありません2つ目は食べすぎると腸内に納豆菌が増えすぎて腹痛や嘔吐の原因になります1日1パック程度で十分ですという2点です納豆は独特な臭みがあって好き嫌い分かれる食品ではありますが苦手でなければ1日1パック程度食べられてみてはどうでしょうか 今回の話をまとめますと、まず1つ目に、納豆には植物性タンパク質や鉄、ビタミン B、E、K、納豆キナーゼが含まれています。2つ目に、納豆キナーゼには血栓溶解作用があって、安全に血液をサラサラにする効果があります。3つ目に、心疾患系の血管抑制効果だけでなく、失明リスクが高い網膜の血管病変の予防効果も期待できます。4つ目に、免疫力向上。 骨折の予防悪玉菌を抑制する効果も報告されています最後5つ目にワーファリンを内服中の方は注意してください1日1パック程度で十分ですという5点ですこのように日本の代表する発酵食品である納豆には様々な健康効果が期待できます私も1日1パック食べています 血栓ができるタイミングは夜間が多いので、夕方取ることを推奨されている方も見えますが、食べるタイミングはそこまでこだわらなくてもいいのではないかと思っています。このような食事に加えて、運動習慣を作るといったことも血栓をできにくくするために大切です。よければ参考にしてください。今回は納豆による目の健康効果に関してお話しさせていただきました。この動画では、眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話しております。 良ければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたしますご視聴いただきありがとうございました